ほう、野球選手の嫁、ぶったたかれてしまう。さあ、くそ叩けるところは、せやネックレスバカにしたろ。嫉妬や、芸術やん。ネックレス批判くさ。いたのは無名の頃からの付き合いやし逆にようやっとるわ。そもそもプロ野球選手より人気者だったし。これ忘れてるやつ多いよな、逆玉やのに。マジで女さんの人生ちょろいな。お前が女でも選ばれないからそれは間違いや。ネックレスとかよう見てるな。これが最強なんだよな。最強の意味がね。友近が勝ち組になるとはな。やっぱ美人多いな。大谷の彼女マジでおらんのやな。女の敵は女定期。